下？それって俺が書いた絵巻と一緒に棚に入れたことを言ってる？はあ、誰かさんのせいで俺が扉を開けた時、物が一気に落ちて頭に当たって痛かった。ん？どうかした？もしかしてこの中身、俺が見たらまずかった？なんでもない。この絵をくれたってことは、二人の約束も成立したんだよね。これから先、俺から離れないでよ。